こんばんは、岡田敏夫ゼミの時間です。えー、今日はですね、未来少年コナン第17話、戦闘です。えー、タイトルですね、戦闘のタイトル。前回までですね、あの、ハイハーバーの矛盾が明らかになりですね、まあ、村長やラナの一家が率いる、いわゆる農業民族と、王ロが率いる狩猟民族の対立が激しくなってきた。で、コナンの手,手引きで始めたですね、まあ、あの、両方を結びつけるような密輸もですね、王ロにばれて、ついにコナンの新しい小屋も焼き打ちにあってしまう。 そういうですね、内戦、ハイハーバー内戦が始まるかと思った瞬間、あの悪の科学帝国インダストリアからのですね、軍艦がですね、ハイハーバーに襲来。ここまでが先週までのストーリーです。インダストリアはですね、ついこの間まで割と平和的な外交をしてたわけですね。なので、ダイスがラナをさらってきたときに、ダイスが委員会で怒られたぐらいなんですよね。誘拐してきたな。 インダストリアと余計なことを起こすなというふうに叱られたんですけれども、しかし今回はですね、ついにハイハーバーを占領するのが目的で、インダストリアはですね、軍艦をですね、出してきました。えー、多分ですね、インダストリアの食料や物資、原子力エネルギーはですね、もう、あのー、限界になったんでしょう。で、原子力エネルギーを元にして生み出さ、 ハイハーバーってあの、パンとかそういうものが全部合成でできてるんですね。それも尽きてしまったと。まあ多分ね、あの、地震とか地殻変動が起きたせいもあるんですけれども、なので、いよいよですね、ハイハーバーの植民地にインダストリアを踏み出したわけですね。えー、今回のポイントはですね、対立と恐怖の演出です。まあ具体的に説明していきますね。え、まず、対立の演出です。 えー、サーチライトを照らすガンボート。ガンボートを登場してからですね、サーチライトをボンと照らして、で、ボー、ボーって、ウィーン、ウィーンかな。 ウィーウィーってあの、無敵、霧の笛と書いて無敵って言うんですけど、無敵を鳴らし始めます。本来はあれは、あの、霧の中を航行する時にですね、他の船に俺ここにいるぞ、ぶつかるなよというね意味なんですけども、あの、これ威嚇のためですね。わざわざ必要ないのにサージライトを照らすともですね、ハイハーバーの人に向かって威嚇の意味でですね、ライトを照らします。で、音密行動で威嚇に入りました。で、え岬の向こうに消えていく、 ガンボートを見る、えー、コナンと、ジムシーです。で、えー、コナンもジムシーもですね、怯えていません。この二人は。もう戦う準備してるんですね。闘志を燃やしてると。で、なんで怯えてないのかっていうと、これね、やっぱガンボートがここに見えてるからなんですよ。自分が戦う相手が見えてる。これが大きいですね。だからですね、えー、コナンたちは怯えていない。これが対立の演出です。対立の演出と恐怖の演出。対立の演出はこういうふうに、対立行動ははっきり見せるところです。それに対して恐怖の演出。 ですね。えー、同じですね、サーチライトに対して、村人たちは不安げな顔をしています。なんでかというと、山の向こうにサーチライトが見えるからです。で、ラナとラナの一家もですね、山の向こうに見えるサーチライトを不安そうに見ています。ですね。つまり、あの、サーチライトの正体がインダストリアのガンボートだと知っていて、そしてそのガンボートと一線交えたことがあるコナンたちは、その、知ってるから、 なんだろうな、怒ることができるし、戦う決意を固めることができる。あいつだっていうふうに思うからですね。しかしですね、その、 ハイハーバーのですね、一般的な村人にしてみればですね、インナーストリアの願望と見たこともないし、おまけにその姿が見えない。山の向こうにライトだけが見えるだけなんですね。だから戦争映画の技法なんですよ。戦争映画で爆撃されてる街を映すんではなくて、その明かりだけを見て不安げに見ている街の人を映すと、戦争映画では恐怖の演出になるんですけども、こういうふうにですね、その、起きるだけの人々というのをやっていくと。で、 ラナの一家っていうのはですね、このラナの一家っていうのは本当はハイハーバーで一番理性的な、いわゆる合理的な人たちなんですけども、その人たちもですね、その、とりあえず村へ行くっていうことをしちゃうんですね。で、コナンたちは、その、ガンボートの明かりを見たら、追いかけようと言って戦うために追いかけていく。どうなってるのかって、それ言ってみないとわからないから、ガンボートを追いかけるコナン、対立の構造と、それに対して、とりあえず村へ行ってみんなと話し合おうというラナの一家ですね。 あの、どっちもですね、合理的に振る舞っているように見えている、コナンたちの方が明らかに戦う意志があるというのが分かる演出になっています。で、次の対立の演出です。えー、オー炉対ガンボート戦ですね。えー、一番上ですね、コナンたちがガンボートからですね、戦闘員が上陸しているところを俯瞰で見ています。コナンたちのいる位置は、この砂丘のはるか上の方で、ガンボートが停泊していて、そこから 戦闘員が降りていくところに出ます。で、それ、次はですね、ダイス船長が、王ロたちが一列に並んで戦いに臨んでいくのを見ています。で、両者の目線ですね、あの、コナンやダイスたちから見ると、砂丘を挟んで、両者がですね、まだお互いに見えないながら対立しているのがわかります。ですね、えー。実はこれですね、なんでこれを見せなきゃいけないのかっていうと、あの、ダイスの心理が変わる布石なんですね、まあ。対立の演出なんですけども、 ここで大事なのはですね、コナンたちは戦うつもりで見てるんですけども、ダイスはどっちに味方しようかまだ考えていると。まだ未だインダストリアに着くことも可能なわけだし、オーロに着くことも可能だし、ハイハーバーの村人たちに着くことも可能だし、まあ逃げることも可能。 あの、ダイスが一番中途半端なんですね。だから、ダイスがいわゆる視聴者の代わりということはないんですけども、一番ですね、その、どうなるんだろうという見方で見てる。コナンたちははっきり戦うつもりで見てるんですけどもですね。で、戦闘が始まります。戦闘が始まるとですね、あっという間にまあ、王羅たちっていうのは不利になるんですね。はるか遠くにいるガンボートから艦砲射撃があって、 で、オーロたちの馬はあっという間にですね、蹴散らされて、オーロたちも逃げ回ると。で、それをコナンが見てるだけです。あの、レイアウトがすごくうまいですね。いわゆる手前に置き物があって、で、見るものがこう三角形に配置しているとですね、すごいうまいレイアウトです。で、えー、このコナンも止め、このキャラクター止めで、このガンボートもあの、動いてません。で、時々この、えー、発射ですか。大砲の発射がですね、ちょっと光るだけですね。 で、あとはもう煙と、えー、火がリピートで動いてるだけなんですけども、まあ、これのですね、止めの構図ですね、止まった構図ですね、すごく長々といい戦闘シーン見てますね。この辺あの、後にエヴァンゲリオンとかがもっとうまくやってるんですけども、この止めの構図の戦闘をロングで見せるっていうのは、多分コナンが一番最初にやり始めたうまいやり方だと思います。これの進化の頂点がエヴァンゲリオンですね。で、オーロたちはこの戦闘に負けて、まあ、テラだけが生き残る、妹のテラだけが生き残るんです。 生き残るだけ、まあ他も死んじゃいないんですけど、まあ、まあ逃げると逃げ延びると。で、コナンとジム氏はテラを助けてです、ね、同じく、なんかダイスも逃げてるんですね、もうこれはダメだとうまいことやって、このなんだろうな、あのハイハーバーの村の中でうまい自分のポジションをやって、みんなに手伝わせて、バラクダゴを引き上げるつもりが、それを諦めてですね、もうこれはダメだと思ってダイスに逃げるんですけども、そこでですね、えー、コナンとジム氏は逃げるダイスの後ろから行って、ダイスの罪悪感ですね。 船長、僕たちの家燃やしたよね、とか、あの、焚き木積んだの船長でしょう、とかって言って、で、え、オールたちの仲間になったんじゃないの逃げるのって言って、巧みにですね、罪悪感をくすぐるんですね。で仕方なくダイスはですね、ガンボートと対決するしかないと。つまり、反インダストリア側、コナン側につくこと、ここでやっと決心するんですね。で、まあ、ダイスの心理としてはですね、 もともとはバラクダゴ引き上げでオーロを仲間にしたいと思ったんですよ。でもオーロの脅しで小屋、コナンたちの小屋の放火を手伝っちゃって、で、ガンボートが襲撃に来たのでです。オーロたちも裏切って、 今逃げてる。今ここなわけですね。今逃げてる最中なんですけども、コナンとジムシンからかわれて、まあ、しょうがないということでですね、ハイハーバーの村側に寝返りました。ところがこの後ですね、モンスリー登場でさらに逃げるというですね、もうこの回はですね、大豆船長の男が下がりまくるんですね。これはもうもちろん、こっからあと大豆船長が、 じわりじわりと、その、すべてを捨てて一番情けない男になってからの復活っていうのがあるからできるんですけど、割とね、この今回の戦闘の回は、ダイス船長の動きっていうのがポイントだと僕は思います。えー、で、このダイスのこういうなんで、な,なんかことことん情けなくなっていくっていうのはやっぱ大人の目線なんですね。子供の頃に、その、未来少年コーナー見てると、このダイス船長のことが何にも気にならないんですよ。<laughs> あの、ただ単にダメなやつだという,うに見えてるんですけど、大人になってから見ていくと、あ これがあるから後半第ス戦地を盛り上がっていくのねとていうのがわかるんですね。いや、もともとはその村の鍛冶屋に、まあ、居着いたつもりなんですけども、やっぱ本性変わらないんですね。地道に働きたくないんですよ。で、ー路を騙したつもりで利用されて、コナンたちも裏切ってしまいですね、願望とか現れると叶わないで逃げ出すと。で、で、 だ、ドンゴロスたち自分のかつての部下はですね、村と戦、村でですね、俺たちは戦いますって言ってるのに、もうね、大船長だけ孤立してるんですね。まあだから、この時点で、実は大船長というのは自己嫌悪の塊になってるんですよ。なんとか、口では調子いいこと言ってごまかしてるんですけど、かなりね、自己嫌悪の塊になってるんですね。でさらに、こっから先、モンスリーの登場で居場所がなくなるという追い込まれ方をします。 これ対立演出ですね。で、もう一つのですね、恐怖の演出なんですけども、あの、ジムシーの報告でガンボートが上陸してきたと分かって、村で会議が開かれます。で、それはもう戦うべきかどうすべきかという会議で、おとなしく食料を渡して帰ってもらいましょうよっていう、まあ女性の意見のとかも出てくるんですね。で、それがですね、もう、 状況が戦うというふうになった理由がこれです。えー、第船長の部下のドンゴロスがさっき言ったようにですね、あの、レプカの目的は占領ですと。インダストリアに俺たちはいました。そこにはレプカというやつがいました。あいつは本当に悪いやつで、あいつの目的は占領なんですと。だから、あの、村でおとなしく食料をあげて帰ってもらいました。と。そんなことはできませんというふうに言うんですね。 それに対してですね、村長がもう大演説します、えー。大変、大先導の、大変動の後、20年かけて村を作った。 麦が取れないときはみんな上地に仕掛けた。でも、なんとかこの村を作ったのはインダストリアにくれてやるためじゃないっていう大演説をしますね。これ何かというと、あの、七人の侍なんですね。クロー映画の七人の侍を2分で駆け足でやってるんですよ。だからここら辺の展開めちゃくちゃ早いんですね。で、えー、結局みんながおーって立ち上がったとですね、山道を固めてるんですけど、注目すべきは全員銃を持ってるところなんですよね。あの、ハイハーバー案外物騒なところ。 なんですよ。<laughs> 平和な村のふりをしてですね。オーロたちは、あの、銃を持ってるですね、ハイハーバー、あ、違うた、インダストリアの戦闘に対して、あの、鍵爪だけで戦ったんですね。ところが、ハイハーバーの元村側はですね、全員領銃を持ってるんで、銃を持ってるんですね。ここら辺の書き分けもですね、この旧、あの、戦闘でですね、すごい手早くやってるんですけどもですね、狩猟をやってるオーロたちに銃を持たせず、 豚を買わせてですね、自分たちはいざとなれば、王ロたちが氾濫した時のために銃を持ってたというですね、まあなかなかこう大人のえげつないところが出てきますよね。で、まああの、このあたりでですね、女の人がですね、えー、おとなしく、あの、なんだろうな、食料をあげて帰ってもらいましょうよというのは後半の伏線になっています。で、いよいよですね、インダストリア、はい ガンボトのですね、本格的な攻撃が始まります。えー、砲撃が始まってですね、ラナの家が、弾が当たって炎上してしまいますねで。村にだん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 弾が、あの、着弾が近寄ってきます。それを、なんか不安げに見守っている女性たちの後ろ姿は女性たちっていう、この書き方です。ラナはですね、案外村を、あの、家を砲撃されても動じません。 あ、もう平和は戻らないのに分かったという感じで,ですね、村に行きます。しかし、村に残っている女性たちですね、一番下のコマはですね、徐々に迫る砲撃を見るしかないんですよ。あの、だん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 大砲の着弾が自分たちの村に近づいていくところを見るしかないと。で、ここでですね、会議で女性たちは、あの、おとなしく食料を渡して帰ってもらおうと言ってた伏線が生きるわけですね。で、 結果的にですね、ちょっとこれ小さくてわかりにくいんですけども、えー、この部分ですね。村の集会所にですね、白旗が上がってしまいます。えー、上がった事情はですね、オーロたちが村の女の人たちにですね、えー、モンスリーからもらったピストルを突きつけて脅してるからですね。これもね、あらかじめオーロたちも銃を持っていればもうちょっとインダストリア等の戦いになったかもわかんないんですけど、まあこのことをさら言ってもしょうがない。で、 えー、白鳩を上げさせて、もう戦闘の決着がついたところでですね、えー、例の峠の抜け道を通って、モンスリーが戦闘でやってくるというシーンです。あのー、もともとですね、えー、村に対してですね、艦砲射撃があってですね、着弾があってもですね、村長はあんまり同時でなかったんですね。他の村人たちが村に帰って守りを固めるべきであというふうに言われても、いや、敵の主力は この峠の向こうだから俺たちはここを動いちゃいけないという正確な判断をしたんですけど、しかしですね、集会所からですね、白旗が上がってしまって、みんないっぺんに腰が抜けてしまいます。もうこれは大阪夏の陣のですね、徳川家康の作戦ですよね。あの、いわゆるですね、あの、発言権の大きい淀ドがいる大阪城の天守閣を狙ってですね、カルバリン法というですね、イギリスから輸入した大砲をぶっ放して、で、それによって、その、 絶対にですね、安全なはずのですね、大阪城の天守閣まで狙われたというふうなことで、えー、なんだろうな、あの、戦闘部隊ではなくて、大阪城の政治家側のですね、トップであるヨドミがですね、ああ、もうこれは降伏しましょうというふうなことになって、大阪の夏の陣が一気に決着がついてしまった。 このカルバリン法というのは、まあ、あの、エリザベス女王がスペインの無敵艦隊を破るために、あの、大量に量産した大砲の一つというふうに言われているんですけれどもですね。あの、モンスリーの戦上手すごいですよね。一番最初はですね、村、村の反対側にハイハーバンに上陸しちゃったので、本来この上陸作戦失敗だったんですよ。しかし、えー、で、おまけにあの、村を破壊するのは禁じられているんですね。あの、あ、冬の陣だった <laughs> ごめんね、えー。村を破壊されているの、あの、破壊 そうか夏の陣は外で戦ったの冬の陣、ありがとう。でえー、っとねあのインダストリアからですね今回の侵略で村を破壊するな。 つまり、生産力を落とすなというふうに言われてたんですよね。な、なので、まあ本来は一回引き返して仕切り直しかなというふうに思ってたんですけども、ところが捕虜の往路を利用する二面作戦に切り替えてですね、えー、敵の戦闘部隊を自分たちの主力を置いとくことで釘付けにしといて、で、願望とはほっそり、あの、島の反対側に回すと。で、これで艦砲射撃するだけだったら脅しにしかならない。だって、艦砲射撃で村本体に当てちゃいけないんですよ。生産力を落としちゃいけない。 ところが、あらかじめですね、逃がしておいたオーロたちにですね、えー、白旗を上げさせて、まあ、あのー、揺さぶらせて、で、えー、降伏させるというですね、もう本当にあの、うまい作戦でした。で、えー、戦闘、今回の戦闘、最後はですね、えー、コナンのですね、ラナに触れるなラナに触るなですね、有名な、えー。ラナがですね、官房射撃の衝撃で気絶して倒れて、インダストリアの戦闘員に囲まれてます。 で、まあ、実にですね、嫌な笑いを浮かべながらですね、戦闘員たちがフッ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 って近づいてきたらですね、そこにコナンの森がぐさーとラナギリギリに刺さってですね、ラナに触るなーと走ってくるところでですね、えー、今回終わりですよね。あの、 やっぱりね、ここね、見どころの一つだと思うのは、宮崎駿の恋愛論みたいなもんなんでしょうかね。あの、ララギリギリに森を投げるっていうのは、自分の力、持ってる技の自信でもあるんですけども、うん。 触られるぐらいだったら死んでも構わないというのは極端かもわかんないですけども、そこぐらい思ってないとここまで思い切ったことできないです。もうちょっと外れたところへ投げるんですよ。でも、ランナに迫ってくる手を防ぐにはこれぐらいギリギリに投げるしかないという思い切りもあるんですけど、ちょっとその走ってくるコナン込みで、少しね、その、ちょっ コナンの狂気みたいなものがですね、見えた回でもあります。なかなかね、あの、コナンって優しい思いやりっていうのをいつもいつも見せて、ラナの安全、ラナの命っ,っていうのを絶対前提にやるんですけど、そのコナンですら自分の中のパトスというんですかね、情熱というやつですね。 あの森を投げるとマジギリギリになってしまったっていうのがですね、面白いところだと思います。えー、次回未来少年コナン願望との回です。えー、これでですね、戦争終わりかと思ったらですね、まさかまさかのまだまだ逆転劇が続きます。えー、次回お楽しみに。では今日の未来少年コナン講座はここまでです。 はい。お疲れ様。無料配信はここまでです。あの、続きが気になる方はぜひですね、あの、有料会員サービスへの入会をお考えください。公式サービスのですね、岡田都市用アーカイブの他ですね、え、YouTube メンバーシップドワンゴの岡田都市用チャンネルでは過去10週間分のですね、限定動画を見れます。えー、詳しくはですね、動画の概要欄に書いてますので、それを見てください。それではですね、明日もまた新しい動画でお会いしましょう。バイバーイ。